皆さんこんにちは、セスハムチャンネルのハムとセスナです。今回はセスハム夫婦とセスナ姉夫婦4人で富士急ハイランドに行ってきました。めっちゃ楽しかったね。めっちゃ楽しかったです。富士急ハイランドってジェットコースターとかお化け屋敷とかいろいろあると思うんですけれども、ハムはジェットコースターもお化け屋敷も入れないので、今回ハム絶望要塞を ループしてきました。イエーイ今回の絶望要塞は1チーム3人までしかできないので、うんえー、セスハムとセスナー姉夫婦の2組に分かれてプレイしてきました。うん、まず最初、回転凸でいった回が、ファーストステージ、ダルマさんが転んだ78点、うん、パズル100点、うん、合計178点でファーストステージをクリアしました。うんうん ファーストステージが合計100点以上でクリア。うん、セカンドステージが200点以上でクリアになるんですよ。まあ、ファーストステージのだるまさんが転んだとパズルは、もう前回来た時もね、うん。うん、いっぱいやったんで。そう、余裕だったね。うん。これ結構慣れがものを言うゲームかなと思ってるので、うん。うん。まあ、ファーストステージは結構もうね、慣れたもんって感じになっちゃってますね。だるまさんが転んだとかは、本当指示し合って、うん、うん。 これこっちにあるよとかって言えば、もうね、全然楽勝だもんね。楽勝です。ね。はい。で、セカンドステージ行きまして。うん。え、うん、しりとり百点。イエイいいこれはね、<laughs> まあまあまあ。これも,もうね。うん。二回目だ。かくれんぼ、三十点。そう。かくれんぼ難しいんですよね。三、ね、日んない。三日んない、なかなか、ね。でも。最初の。え、二つまでだっけ、それ確か。 二個しか見つからなかったっけうん、そうそう。ね。うん、マジ、オア。オアですか。オアでした。その次に旗揚げ。62点。そう、これね。私が連続でね。不正解しまくってね。あと一回でも合ってればね。そう,そう。あの、点数が100点に足りたんだよね。そうなんですよ。セカンドステージ合計が192点でした。そう、マジでもう。 もう、責任感じでもう、もう、いたたまれなくなっちゃった。<laughs> 私が足を引っ張って。<laughs> で、まあ、192点もうちょっとだったね。そう、ごめ、うんね。うんまあ第一1回目はそんな感じで、合計得点370点、ランク C プラスでフィニッシュ、フィニッシュ。そして2回目、今回も22で入って、うん、やったの同じだっけ そうだね。ファーストステージは一緒だったね。うん。うん。他のもやりたかったな。そうだね。うん。線つなぎとかね。はいはいはでもきついんだよな。お姉ちゃんちが、はいはいと、一発書き、やって、で、二回目もそうだったんだよね。めっちゃ疲れてたよだから。はい、じゃあ、ファーストステージが、だるまさんが転んだ96点。うん。パズルが100点で、196点。 もうここは余裕のクリアですよね,ねうんこの辺は大丈夫でした、うん、でセカンドステージエシビトリ100点点びこれさもっとね結構飛べたんだけど、うん、点数低いよいやーごめんねこれはねハムがね足引っ張っちゃったかないやいや私もだから、うん、文字通り文字通り足引っ張っちゃった <laughs> そう <laughs> 大縄跳びだからね <laughs> そしてイライラ本20点、うん、そう このイイイイラ本本当イライララ本んするんだよねそういや前回来た時よりとにかくねあの本がボロボロになっててうんそうそうそれはねマジでね嫌だったまあもうあれね毎日何百人って人がねめくってるからで,でも破れることなくない,いやちょっとね何本、うん、扱ってる人がいると思うからマジでそれやめてほしいし、うん、そうだねこれ見てる人もこれから行く人もそういうの気をつけようって思った方がいいかなうんね みんなが使うものだから大事にね。大切に使っていきましょうね。ね。確か、前回やった時も、セスナの方が漢字を見つけるのが早くて、うん、あのハムが使い物にならなかったんだよね。いや、前回ほんとね、<laughs> マジで使,使い方がわからなかった。そう。そう。あの、<う>あのなんか、普通に学校で使ってた辞書と違って、部首、うん、部首から引いてくタイプだったから、うん ちょっとあれは難しかったな、うん。まあでも私はその前回の時からもうあなるほどねって気づいてできたんだけど今回はね漢字が悪かったね、うん、当たった漢字が、まあ、何なやつか覚えてないんだけども、うん、全然見つかんなくてねダメだった。あれ漢字の運もあるのかもね。あるあるだって前やった時簡単だったじゃん。うん、お題の漢字を辞書で引いて。 出てきたたページ数を入力するみたいなやつななんですけどなかなかね見つからなくてイライラするよねそうあとだんだん難しくなってくから、うんね、結局そこは1個しか見つからず20点でセカンドステージ164点でしためっちゃ落ちためっちゃ落ちたちょっとイライラも練習しよっかう買うか買うか <laughs> いやマジで買うまである全然、うん、だってそれでやればなれると思うし、うん、あの、やっぱ使うとね 早く弾けるううな思から練習しよか練習しまーす。ここで12時半ぐらいになって来た時から雨降ってたんだよね。そう最初雨朝雨降っててでお昼ぐらいからやみ始めて2回目が終わった時にもう晴れてたんだよね。うんそう。でやみ始めたタイミングでセスナ姉夫婦とセスナは続行に。 吸い込ままれていいきましたいや別に乗るつもりはなかったんだけどハムはもう一周するって言ってたし、うん、姉ちゃんちはゾッコン乗るって言って一人でご飯食べるのも嫌だったからあじゃあついてこわかって,言ってそうですねゾッコンは前乗ったんですけど <laughs> あのハムはもともと腰が弱くて腰にダメージが来ちゃうのでちょっと乗れないということが判明しまして <laughs> そもそも乗れないやろいそう怖いまあハムはちょっと乗れないかったので、うん、まあ「絶望要塞もう一周行って」 一人で行ったんですけど、うん、一人で行った結果がこちらまずハイハイ80点ハイハイって腰の下ぐらいの位置に線があってえっ、ー、とそこの線から上にいちゃいけない状態で配置されてるボタンを指示通りに押してくっていうゲームなんですけど、うん 文字通りハイハイして進むことになるんですよ。これ二人で協力すると、半分半分ででき、いいんですよ。いいんですけど、一人でやると、そこをハゲ、ハイズリ回らなきゃいけなくなるので、本当に、本当にね、あれ体力持ってかれますね。え、だるまさんが転んだのがまだよかった。まだよかったと思う、多分。そうだよね。逆にね、その三人とかでやるんだったら、ハイハイの方が楽かもね。え、でも変わんないよ。変わんないかな。真ん中の人大変だろうけど、 うん、で、えー、次が「一筆書き100点」「一筆書きとかパズルとかあの辺はもう僕ら全然余裕でいけますね」ねえー「ファーストステージ180点でクリア」うん「でセカンドステージまずえしりとりは100点」うん「これはれいいまあまあ」って感じで、えー「かくれんぼ40点」うん、これはまあ運が良かったっていうのもあるんですけどすぐ見っかった 1>, 1回目、2回目までかな。うん、3回目からね、難しいんだよね。うん、その後が旗揚げで、69点取りました。すごいよ、マジで。いやー、これは、まあ、ちょっと運が良かったのもあったんですけど、セカンドステージ209点、初めてここで、セカンドステージクリアしました。前回3、4回入って、3回かな多分3。 6回目かな ?6 回目でようやくセカンドステージクリアしました。すごーい。マジで私の足手まといが。いやいやいや。ごめんね。ただここからが地獄でしたね。サードステージ、玉入れ、6点。これあの、言い訳させてほしいんですけど、入れなきゃいけない玉が、プラスチック製の子供たちがよく遊んでるような、あの、ボールプールとかに入ってるボールなんですよ。あれを、 自分の身長の2倍ぐらいある高さに入れなきゃいけないんですよそうとこにその入れる網があっそうそう,そう網があって、うん、網っていうかまあ鉄のゴールがあってそこに投げ込むんですけど、うん、プラスチックのボールなんで空気抵抗でそれるんですよ、うん <laughs> まあ、まあそうですよねうまいこと投げないと当たんなくて、うん、で、うん、でも1個は入ったそう1個はなんとか入ったんですけど一、うん、人でやって1個6点、うん っていうことで1個しか入んなかったっていうことですね。うん、10個入れるのがボーダーラインかな<ー>そこぐらい取んないと倍うーんそうだね3メートルぐらいかなじゃあすごい見上げて首直角 <laughs> あそうそうそう <laughs> 直角ってなんか変変何て言ったらいいんだろう映画館の一番前の席 <laughs> 次が、うん、えーとポンプポンプこれは 自転車の空気入れみたいなのを使って、うん、メイド・イン・ワリオみたいなミニゲームをするっていうゲームなんですけど的があってロケットを発射して的に当てるんですよ、うんはあ、でそのロケットの飛ぶ強さをポンプで決めるみたいな、うん、じゃあいっぱいあげたかったらいっぱい空気入れて、うん、みたいなでも空気入れすぎると飛んで的を飛ん,そう <laughs> 飛んでっちゃうから、うん、うまい具合のところで止めなきゃいけない、うんうん それ僕最初分かんなかったんで。まあ初見では分かんないよ。初見でちょっとできなかった。まああの一発だけやってたんですけど。うん、すごいすごい,、はい。それが終わったら次は空気入れの圧力でトロッコを動かして後ろから来る車輪から逃げるみたいな。うんうん、ああ、面白い。そう。あれじゃあんだっけフレンドパークあ、歳がかれる。何 <laughs> でもない。何でもない。<laughs> あ、昔ゲーセンにあったよ。ああ、そうかもね。うん。うんうん でっかい歯車みたいなのから逃げるゲームだったんだけど、うん、おおににはおゆにはそれが結構全力でやんないといけないみたいな感じで、うん、まあそこでちょっと体力持ってかれて、最後なんだっけなえ、それもポンプのやつうん、そうそう。ポンプで全部ポン、全部一つのポンプでやってた。うん、3個ぐらいゲームがあった。 34個あったんだけど、うん、まあ覚えてるのはそれぐらいかなうんじゃああともう一個なんかやったんだ一個二個ぐらいやった気がするけどあんまり覚えてないな <laughs> もう疲れちゃったんでしょもうねトロッコで疲れちゃって <laughs> えじゃあそのロケットとかトロッコができなくてもうん次のポンプのゲームにはこう続く感じなんだ続くは続くんだけど、うん、制限時間があるから、うん、全部合わせてその時間内にやるみたいな感じ、うん でまあサードステージは合計で二百三十点取らなきゃいけないんで、うん、まあ結構ボーダー高いね。無理やん。えその取えポンプは何点だったの？ポンプは三十二点でした。ああじゃあ三十八点？うん。しか取れなかった。うん、そうだね三十八点合計三十八点しか取れませんでしたね。ファーストステージからサードステージまで全部合わせて、うん、合計得点四百二十七点。うんうん ランクは B でしたすごいよ B はいやよかった、うん、なんか前回の絶望要塞の時、うん、あのバージョンがね一、うん、個前の絶望要塞の時も何回か行ったけど、うん、それもなんかやれて C プラスとかそれぐらいだったよね、うんうん、まあ物が変わってるからあれだけど B ってすごいんじゃないすごいかな <laughs> すごいと思うよまあでもね次の目標は二人で もう旗揚げできないもんいやでもね玉入れ一緒にやってほしいな <laughs> あれ一人は厳しいよ <laughs> まあ単純にね単純にその投げる数が増えるって入る数も増えるかもしれないからね、うん、そうそうそう一人はちょっとねうんやっぱ一人は難易度結構高いねでもさ、うん、それが終わってフォースステージに来る人大体一人だもんねまあでも 得点が結構増えるのかかな得点が大きいってことかそうそう多分3人 2>, <ー>2人3人とかでやるよりもうん、うん、1>, 1人でやった方がその細かい点数とかが高くなってくるんじゃないかな、うん、ねその待ってる時も、うんね、前回行った時よりも全然フォースステージに入ってくる人がいっぱいいてねみんなで「ウォーって,って。フォースステージからは、うん、あの並んでるところからやってるとこ見れるんですよね。そう それでフォースステージに上がった人をみんなでその並んでる人たちで応援しながら待てるっていうのがすごい楽しいんですよ。そうだからあの時30分ぐらい並んでたけど全然なんかね苦じゃないというかね面白かった待ってる間も楽しいからすごい良かったよね。まあでもセカンドステージをね今度はコンスタントに突破できるように頑張りたいと思います。私が 辞書頑張って、ハムが旗揚げ頑張って、頑張るそうだねやっぱ得意分野を伸ばした方がいいよそうだねかくれんぼはもう知らんかくれんぼ、なんか攻略法あるのかな難しいよねあと縄跳びは体力、反射神経縄跳びね縄跳びどの方向から縄が来るかわかんないんですよそう。絶望要塞楽しいんだよなね、まじで楽しいねそう。 なんで僕は結局富士急行って絶望要塞しか行かなかったよねうん、うん、<laughs> 絶望要塞行って、うん、なんかいろいろご飯とか食べてルトのラーメン食べた最初に言った通りに<で>午前中雨が降っててそのコースター系が開始したのが12時半くらいでで その前までは結構来てたんだけど、うん、もう途中からみんな外にわって出たからそのおかげで昼から絶望要塞が待ち10分以内とかになってて、うん、ね。だから私は そうラインでハムに「今絶望野菜めっちゃ短いよ」ってずっと回ってなって言ったんだけどうんその <laughs> サードステージまで行ったところで力尽きちゃって体力が続かなかったんですよね <laughs>。<laughs> そうで私たちが「続っが確か90分待ちだったんだけど70分かな70分ぐらいで多分乗れて、うん、それで、えー、と出てきたらもうハムがその続っの。 出口の椅子に座ってたから、焼き鳥食べながら、ね。そう、焼き鳥食べながら待ってたから、<laughs> うん、びっくりしたね、私は。あれ、待ってないのって。<laughs> いや、疲れちゃって。<laughs> 面白かった。ね。結局ね、もう、それで、力尽きちゃったからね、四、うん、回目ができなかったんだよ。光栄だったね。うん。うん、もう、ちょっと体力つけます。ね、<laughs> え、でも、富士急は、まあ、その、タクションも楽しいけど、続行に乗った後、みんなでお昼食べて、お姉ちゃん家は。 藤山に乗るって言って、うん、藤山の方行ったけど、うん、私はまあフジはちょっといいかなってなんか気持ち悪くなっちゃったし、うん、いいやと思ってとりあえずフードコートの方に向かおうと思ったわけ、うん、で行ってたら途中でなんかソニックのイベントがあってか DJ やっててそれ見てて、うん、でちょっとそれが終わったらなんかソニックと撮影とかのもあって写真も撮ってきてね、うん あのドドンパーピンクと藤山ブルーもいて、ね、みんなで写真撮ってきて、ね、ハムも一緒に、ねっねうん、撮った,ね撮ったねでねそれ終わった後も、ま、フードコートでちょっと休憩していろいろ中見ながらねアトラクション乗らなくても楽しいことあったからねうん、まあ、怖いの嫌いなハムでも楽しめる、うん、富士急ハイランド、ね、ぜひ皆さんも行ってみてください行ってみてください 本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。